皆さんこんにちは、よりよです。今日もよりよの愛の無茶結構痛いというタイトルで皆さんから募集させていただいた相談とか、まあ、質問とかをですねビシバシねしばいて、まあ、解決というかこういう考え方もあるんだみたいな感じで思っていただけるように答えていきたいと思います。イエーイ、何この中だるみたいなイエーイなんか最近インスタライブで眠かったんね、はいはい、眠かったんやけど別に不機嫌ではないのね、うんうん、いや眠い時ってそうだよねみたいなそうだよねみたいな、わかる、なんかこのちょっとダウナーになるじゃないそしたらものすごい勢いの人から機嫌悪いってめっちゃ聞かれてひょんってなってる訂正させてくださいと、眠かっただけです、うん、眠かっただけなのに機嫌悪いと思われがちだったりとかして、うん、怖いって思う人いるかもしれないけど、うんうん、優しいから、それは本当にそう、超優しいよ優しいアピールということで1つ目いきたいと思います。1つ目から濃いやつをね読みます。正直セクシーで魅力的でも性的に見られるのってグラドルの方はどう思っているのでしょうか。まあこれはねもうね多分ねほとんどのグラドルを代表して言えることだと思うんだけど、どうとも思ってないグラビアアイドルが、まあ、よくこうセクハラとかで嫌だって言ったりとかするのをまあまあ見るわけじゃないですか。性的な目で見られるのが嫌だったらそういう仕事やらなければいいじゃんみたいなことを言う人がいるんだけど、グラドルは思われるのはもうどうとも思ってない。正直そういう要素がある職業だっていうのは分かってやってるし、思ってるはいいんだよ。でもね、言うんじゃねえよって言ってんだわ水着で海水浴とかに例えばあなたが遊びに行きました。水着の女の子たちがいっぱいいるじゃないですか。でその女の子たちを見ていきなりセクハラしますか？しませんよね。いきなりおっぱい揉ませてって言いますか？いきなりやらないかって言いませんよね。それと一緒や。全然知らない、見たことも話したこともない人からいきなりおっぱい揉ませてとかおっぱい見せてとかやらせてとか言われる気持ち分かるか？怖いに決まってんだろ思ってる分にはいいよ。あーよちゃんめっちゃエロいなって思ってればいいよ、思ってればいいよ。それを褒め言葉だと思ってるかもしれないけど、露骨なセクハラ発言でなんか褒めてると勘違いしてるみたいな人たちが大嫌いなんだわ。それがなければ別に妄想してください。妄想をまあ提供する仕事みたいなもんなんで、妄想の中で留めてればいいのに、この露骨にね言ってくる人たちがね、全グラドルは言い過ぎかもだけど、まあほとんどグラドルは思ってるよ、多分ね大嫌いだってだからそういうのが嫌だってだけです。これわかんない、ちゃんと伏せてほしいんだけど、DM とか来るからねまあ、 端的に言うとね、はいはいはい、まあ、局部がね送られてくるんださね、うん、まあすごい件数毎日毎日来るんだけど、その中でやっぱりなんかね、何件かはねあるね、ちょっと痴漢になっちゃいますよね。そこまで来ると犯罪に近い、犯罪犯罪でも思う、なんか何を期待して送ってんのかなって、はいはいはい、私1回でもそういうのされたらすぐブロックするので、もうそういうの見たらはいブロックって感じだからはやめようね、本当に自分の中に思ってとどめておけばそれで OK だから、うん、分かった、よりとの約束やで、ほんまに。ちょっぱながら厳しめのお言葉でございますか。いや本当にどうとも思ってないから言うんじゃねえっていう相手の目を見て会話ができません、別に良くないと思います、うん、少なからず私は別に目が合わなくても会話が成立してれば別に何も気にしない。ビジネスとかの面でそういうのが発揮されちゃう場合はもうね、台本をある程度作っていけばいいと思うよ。流れ起承転結ですよね。それをある程度考えてビジネスとかの場は望めば、まあ、今よりもこうマシになるかなっていうふうに思います。で友達間とか最初に言っちゃう、ごめんみたいな、恥ずかしくて目合わすの苦手なんだよねみたいな、ちょいちょい姿勢外れるかもしれないけど嫌とかじゃないからほんとごめんみたいな感じで言ったら嫌な気する？あ全然、あそうなんだって思う、話していいんだって思えるよね。だから自己申告制をおすすめする、自分はこういう人なんだよねって。しかもそれは相手にこう理解を求めるための発言だけじゃなくて、純粋に自分の中の宣言でもある。自分はそういう風な人だからこういう風に思われるかもしれないけど仲良くしたいと思ってるんだから頑張って話そうっていう自分の中の宣言にもなるし、相手も理解してくれる人は理解してくれるし、まあ、ほとんどの人理解してくれると思うけど、そういうのにもいろいろこうつながっていくので、友人間は自己申告がいいと思います。まあでもね、夜は全然気にしないから目合わなくても別にそうなんだって思うだけだから気にする？気にしなくない？別に。なんか結構私も見て話すの苦手なタイプなので。え、そうなの？鼻とか見てますね、相手の。あ、鼻？そう、あと3秒ごとにこう反らしてみたりとか。ええー。集中ができなくなっちゃうんですよ、話に。いや、ゴリ見しちゃうよ、私は
そうなんだ。いろんな人いますからね。しかも今じゃあそうなんだっていうぐらい気にしてないんだよね、うん、正直、うんうん、気にしてないもん本当に。今だって初めて知ったもん。だからそんなに人は気にしてない。あんまり気にしすぎないように参考にしてみてください。はい、次行きたいと思います。痩せたいって来てます。痩せろすればいいだろ。ちょっと今日無知の勢いがすごいですね、レオさん。でも痩せられねえんだよって客員さんでも知らんよ。痩せられっから痩せようと思えば。痩せた人ですからね。いや痩せたしな私はまあちょっとパーソナルトレーニングという金に物を言わせて痩せたが、でも頑張れば人間ね、お金を貯めたりとかそうやってすれば手段はあるでしょっていうか YouTube トレーニング動画死ぬほど上がってんだからそれ見ろやかたっぱしからそしたら痩せられるわ。あとラーメンばっか食ってんじゃねえだから私は前々から言ってるけどね、食事のねそういう面で 100% そういう太るものを立てとか言ってないし、あの運動とかも 100% こうなんかゴリゴリねとか言って追い込めとか言ってないから、自分のできることを始めていけば人間変化が見えてきてそこから続くようになるよっていうのが私の理論なわけさね。それがなんかまあ実践こうしてないのかしないのか分からんけど、私に痩せたいって言っても痩せないからやってるね。はい、頭のハゲどうすれば髪の毛生えてきますか。ハゲの専門医に行ってくださいそんな質問も来るんだ。いやすごいよね。常に明るくなれる方法を教えてください。お、全てを諦めることだよ明るい人ってじゃあどんな人だと思います、定義的に。良くも悪くも何も考えないで行動できる人。それ、何も考えないで行動できるっていうよりも何かがあってもすぐに諦められる人のことだよね。嫌なことあってもまあしょうがない人生こんなもんだって思うのがポジティブじゃん。ポジティブと言いつつも私はね完全にねねこう明るい人はねいないと思うんだよね。だってそん怖ない、マジでなんかそういう人がいたら本当に申し訳ないんですけど、私はねあまりにも明るすぎる人っていうのはやはり陰キャですので怖いんですよだけど今言ったみたいに常に明るくなりたいんだったら何事も諦めればいいと思います。まあ諦められるようになればいいと思います。でもさ、明るい人っていうのは環境も関わってきてると思うのね。育った環境とかも後天的に常に明るくなるっていうのはね、ワイはめっちゃ難しいと思うわ。こうなんかさギスギスした空気感で明るくできる人がいるじゃない。パッとモヤを晴らしてくれる人がいるじゃない、うん、そういう人っていうのはだいたい一回多分何か言われても咀嚼してでもねって言ったりとかする人が多分そういう場をさ晴らしたりとかする明るい人なんだなっていうふうによりは思うんですよ。だから一回超絶楽観主義になると相手のことを否定から入らないっていうのがこう常に明るい人っていうののこう必要要素かなっていうふうには思います。夜は陰キャなんで常に明るい人ではないのでちょっとわかんないですけど、夜から見た明るい人はそんな感じ。分析がすごい。そういうふうに理論武装してないと会話できないんだもん、逆に言うと。あ、伊代さん本人が。そう、私がちゃんとその相手のことをこういう人だなっていうふうに、まあ超試験だから違うことも多々あるけど、そういうふうにこう理解してからじゃないと私は人と話せないんですよ。要はめんどくさい性格ってことだよ。撮影会に行ってみたいですが、来てよカメラ持ってないですし敷居がすごく高く感じます。どうしたらいい。カメラレンタルやってるって言ってんじゃんカメラレンタルやってるよ、めっちゃ告知してるよ。いっぱいいっぱい叩いちゃった。生きづらさがあるのはちょっとわかるね。でも、まあ、それ引退間際でも一緒のこと言ってるのかなっていうよりは思っちゃう。行きたいのにね、行きたいって言ってるのに敷居が高いとかカメラ持ってないからとか理由をつけて来てくれないっていうのは、いおりたちはほんまに悲しいし、引退間際とかになってもそういうこと言ってるのかなって正直思っちゃう。正直さ、あのファンコミュニティに別に入りに行ったりとか馴染みに行くために来てるわけじゃないでしょ。モデルに会いに来てるんだから、そういうところは気にしなくていいと思う。てか気にしないでほしい、モデル的には。私たちへの愛情をいっぱい持ってくれれば別にこう敷居高いって言って後ずさりする必要ないと思うので、ほんまに気にしないで会いに来てください。待ってます。電話行くしかないな待ってるよ笑っちゃったちょ昔キュウリをかじったら歯が折れたことがありましたが、ここ最近で骨が折れたことは何ですか。骨が折れたってさ、物理じゃなくて、はぁ、あ、骨が折れたわっていう。そっちだと思う。そっちだよね。それ導入の癖導入の癖で後半の方の質問が何も入ってこなかった。キュウリで歯を折れることある？
殴ってとかの衝撃じゃないと、うん、だよね。相当脆いか、そのキュウリが相当硬いか、うん、どっちかなんだけど、キュウリだったかだけ確認してもらいたい。そうだよね、もしかしたらキュウリじゃなくて鉄かもしれない。マネには何かありますか、骨が折れたこと。骨が折れたこと、でもあれですかね、タレントのスケジュールを合わせたりとか。あ、もうそれは骨折れるよ。完成した時のこの、できたがちょっと骨折れたなって感じですね。マネにはこうやってちゃんとお仕事のことを言うわけですよ。日和の最近骨折れたことは何かと言いますと、テレビだよ組み立てんのに骨折れた。いや、それは骨折れますよ。組み立てられんくて、うん、でしかも Amazon のめっちゃ安いの買ったら説明が英語で全部書いてあるから、まあ、分からんだよ。で、なんか図とか書いてあるから、その図とかを見ながら頑張ってなんかこうやるんやけど、なんかもう分からんくて、最終的にパッパと一緒に作った。あら、私がこう部品を出しながらこうやって沈黙してたのね、分かんなくて、そしたらスッと入ってきて、できないのって言われて、できないです。救世主ですね。あの、一緒に作ってくれた。あー、よかった。それが最近のイオリの骨が折れたことです。でも今無事にセットし終えて、ツイッターにもあげた。おー、ゲームがやりやすくなった。ーゴーストオブツシマをやってる今。あ、面白いですよね、あれ面白い。でも私最近まで主人公の名前知らなかった。だから最近インスタライブでゴーストオブツシマやってるよって言われて、酒井ちんかっこいいですかって聞かれて、誰って思った。やばいぞ、やってる人なのに。いよりは誰ですかって聞いたら、いや主人公ですよって言って、死んだってなった。まさかのリプで知るっていうっていう感じでした。まあね、どうでもいい話にね言ってしまったんですけど、まあ今日はなんか多分ね、このどうでもいい話で終わると思います。はい、ということで皆さん本日もお付き合いいただきありがとうございました。まあ今日はね、前半の方かなり濃いめのフルスロットルな相談とか質問があったりとかして、まあいよりの語彙が荒ぶったところもありましたが、最後は謎にカオスな会話で終わりました。こう日常生きてると、多分このお悩み相談で結構みんなね、悩みは似てるんですよ。シチュエーションとかどういう人なのかとか、そういうところが違うだけで、みんな似たり寄ったりな感じなんですよね。それで何が言いたいかっていうと、だからみんな共感できる部分があるんじゃないのかなって思うんですよ。 100% 自分と一致してなくても、いよりの YouTube はそういうところも楽しんでくれればいいかなって思う。ということで本日もありがとうございました。高評価、そしてチャンネル登録、コメントなので、ぜひしていただけたら嬉しいなというふうに思います。また次会いましょう。じゃあねー。